Now, right? Hello, everybody! スパイキャットです。今回もですね、ノバアエタスやっていこうと思います。まあ、ちょっとした、まあ、トレビアなんですけど、ノバアエタスはラテン語で新しい世界という意味をね、ありますんでね。まあ、新しい世界を築いていきましょうか。ですね、今ちょっとタイガーバンディットの方を追いかけてってですね、まあ、せっかくですから早速アクションから行こうかななんて。行こうかなっていうか始めてみようかななんて思いまして、ウォップス、こっちの方に移動させたいんだ。今55人向こういません。こっち44人ですね。まあこっちの兵も育ってきてるし大丈夫じゃねえかなと思いたいんですけどね。まあでも向こうも結構夢をバカすか打ってきてるだけっていうね。行った方がいいかね。行こう行こう。ちょっと盾を構えながら行こう。向こうは弓ばっかだから。ああ、ノルディックリクルートがやられてしまった。これで43人になってしまったな。みんな盾を構えながら行くんだ。で、あとですね、コンパニオンの方も一人適当に拾ってきました。いけ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 。おお、危ね。打たせねえよっと。おらよ。はっ。はたー。痛い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 。ちょっとそれはやべえんじゃねえかな、兄さんよ。お前ちょっといい盾、いい鎧持ってんな。あ、やばい。あ、これまずいね。ちょっとやられすぎだね、味方。逃げろ。ふぅ。あれだな、山賊。まだまだ油断したら負けだな。ちょ、リバチグいっか。パン買って、水買って、サーモンも買うか。で、一旦ターバの方も行って。で、確認しとかねえとな。なんだよお前。うん、あとランサムブロッカーしかいねえか。まあいっか。じゃあ畑の方に戻ってまた金稼ぎましょうかね。で、コンパニオンの方ってクイニウスですね。読みにくい、まあ、クイニウスってのを仲間にしたんでね、彼も頑張ってしよう。Today the God will decide your fate! だって。まあシーレイダー、数少ないんでね。ちょっとパパッと終わらせましょう。関西よりか弱いでしょ。多分。さて。何をと思ったんだっけ、まあ、ジェネムスの方仲間にしたいんだけど、お前、霧が濃いのによく見えんな。まあ、ジェネムスの方を仲間にしたいがために今もまだ旅を続けているところなんですけど、まあ、クイネイルスもね、まあ、頑張ってレベル上げていってちゃんとした戦闘員にしてあげましょう。これだとジェンダーパイパンならいねえな。クイネイル、クイネウスか。あいつ川渡ってきてんのか。まあとにかく弓で削っていって、もうちょっと近づいてきたら突撃だな。よし、行こう。うっしょい、まあ、数の暴力でみんなやれ。うっしょい、行け。あ、痛い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 。やっぱりダメージ高えなお前。お前ら後ろからこいつを殴るんだ。ほい、ジャンプ切れ。はあ、真っ二つにしてやったぜ。またつまらぬものを切ってしまった。こっちの犠牲はなしだね。マンハンターか、連れてっか。ほう、ペッパーポットヘルメットか、まあ、こっちの方がまだ見た目がいいからこっち切るかな。で、
ルーターか、まあさすがにいいかも。で、途中、レベルアップもしていってと。で、ヤーレンじゃなくて畑の方また回収していかないといけないけど、いくら稼げるかな。まあ、なるべくインベントリーの方も好き。いやー、キックトラベルとこうなるんだよな。まあ、いくら稼げるかはちょっと気になるところだが、カーサーはな、馬が強いからな。よいしょと。で、俺も一旦降りて、またあの片付けるか。いけいけいけ、キバキバいけ。よし、おらよ、てめえら俺たちに攻撃してきたことを後悔させてやる。よいしょ、こいつらは倒せればうまいからな、経験値だけは。よし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 、こっち勝てるぞ、こっち勝てるぞ。押せよ、押してまいれ。よいしょ、いけいけいけ、お前ら邪魔をするな。よいしょと、なるべく連続して攻撃してスタンさせてしまいたい。よいしょ、こいつら強えんだよな、やっぱダメージも。よいしょ、やばい、もう12対16だ。逃げるぞお前ら、頼むから逃がして。クソが、こいつらめめしくて嫌いだわ。何度も何度も俺のケツを追いかけてきやがる。ふん、ちょっと俺がこう釣ってくるか。ランスあればな、ランスあればあのカウチランシングで仕留められると思うけど、それまであんま持ちたくねえってのもあるんだよな。よいしょ、まあなるべくあの数少なく片付けさせてあげねえとな。なんでカーサーとかこんな強えんだよ、金どっからできてんだっていう話なんだよな。まあ、ガードされてもいい、ガードされてもいい。とにかくこいつらは俺が釣ってと。よいしょと。こいつら俺が釣って、よいしょ。なるべく味方楽をさせてあげねえとな。よいしょ。お前はちょっとタイミングしくったな。こいつらが強いのも馬にもあるんだよな。馬乗ってると馬の方にもダメージが肩代わりされることもあるから。よいしょと、ちょっと俺の左手が疲れてくんだよな、これやってると。よいしょ、いって、よし、まあ、あいつは一人ぐらいだったらなんとかなるでしょう。ほっ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 ほ、めちゃ追いかけてきてるな。よいしょ、まあガードされてもいいから、とにかく丁寧に攻撃仕掛けていかねえと。馬だな、やっぱ馬を馬から引き下ろしてしまえばいいんだな。よっしゃい、まあ一人経験値が、ああやられてしまった。まあ、一人経験値がどれぐらいな ?200 は入るんだよな。まあこれだけだったら多分大丈夫でしょう。頼むぞお前ら。
怖えな。頼むからあと3人だ、あと3人、頑張れ頑張れ頑張れ、できるできるできる。どうしてそこで諦めんだよ。そこでしじみしじみ、オーマイガード、お前らアホ言うな。ダメだこいつら使えねえ。でもあと2人だったらやれんじゃねえかなと思ったけど、いねえか。キタロも3人しかいねえかな。ゴミクズがお前ら、俺のことをほっといてくんねえかな。本当に向こう2人だけか。おらよっと、おらよ、こっちだって伊達に知らば食えてねえんだよと。よし、あと一人、あと一人、あと一人、あとこいつだけだ。おい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 、チキンちゃん逃げんな、チキンちゃん逃げんな。おらよ、てめえがこっち喧嘩仕掛けてきたんだろ、死にさらせこいこれ。おいこれ悪い、どこに行こうとしてんだ。あっぶねえ、おらよ、240ような経験値、おいしいおいしい。あぶねえあぶねえ、相当やられちゃったからな。あ、でもクインテイウスもレベルアップしたんか。お前はだな、何がいいんだ、シールドとか。あ、でもトレーナーにしたいけどな。エンジニアか。じゃあインテリ上げてトレーナーとかも上げとくか。いやー、だから俺母さん嫌いなんだよ。おかしいんだよな、あいつらの強さ。逃げるぞ、俺は母さんから逃げるぞ。バカ言え。これスワリアーから始めるったって母さんのせいでアホみてえに難しくなってるもんな。地獄。よし、とやっとこっちまで戻ってこれたか。よし、畑行くか。頼む、130。よしよしよし、そんな走った金で見逃してくれんだったらいいや。よし、全打行こう、全打。マーケプレイスで333か。もうちょっと欲しかったな。これもちゃうか。オッケー。で、鬼太郎の畑行く前にちょっと一旦ここで待つか。レポート、パーソナルで、バジェット、これいくら、いくつのだ。ちょっと待つか。これ金振り込まれたらレベルアップして、かつまあ収穫もしようか。あ、今収穫しちゃってもいいのかな。でも金入るわけでもないし。種もな、売ってきちゃうか。売っちゃうか、種も。ここら辺全部回収しちゃって、で襲われないようにここのゼンダーの横で時間潰そう。あ、水がねえのか。いや、種売っちゃえ。まだ収穫した時にまたお金も入るし。よし、来た。19フローリンなくしたんか。
で278フロリン。あれかな、ランクが上がるごとになんか税金がかかるとかそんな感じかね。ベイギアキングダムがテクノロジー2か、レベル5になると重火器とか出てくるからな、その点も気をつけないといけないが、まあ給料日が過ぎたことだし、こっちの方レベルアップしよう。常にまあ切符ってわけじゃないけど、あれ食料ねえか。まあなんだ、テクニックの一つとしては給料日の前はあのアップグレードしないで待つっていうのも手ですね。まあ金をそんなに節約したいのならって話ですけど、よいしょと。あーでスタートハーベスティングでフィード2、すぐ横ですね。ここだったらまた近いから、まあ、あの行き来も楽でしょう。ただこの税金はどこに消えてんだろうなって話だよな。スバリアかな。よいしょ、これで頑張って兵の給料とかも稼がないとな。2467個か、あと3つだな。でたまり次第また植えちまおう。でこそのまあローテーションみたいな感じでやっていくか。よいしょい。なかなか種が出てこないね。でカバーも壊れないな、まあ、カバーはなんか相当壊れにくい設定してあるのか壊れないのかわかんねえけど、まあそれは置いといてな。よし、またいっぱいになったね。でこれで小麦を置いて種の方も出しちゃおう。小麦いっぱいだなこれパン屋の方に行ったら相当いいんじゃねえかな。フィールド3に種をまいて、あとはもうまたトレーだけ取っておしまいだ。ね、屋根以外にもなんか高く売れるところねえかな。まあ前段にあのパン屋開いてそこにあの小麦を全部突っ込んでパンにしちゃうってのマニなんだけどね。でもそれだったらまたあの毎回毎回小麦の方とかも突っ込まないといけなくなるってのが手間なんだよな。でレイバラーにレベルアップしたか。ちょっとまた確認するか。ないか。じゃあ結局今のところはヤーレンに行ってヤーレンで売るのが一番儲かるのかな。そんな感じだね。じゃあ小麦を大量に売ろう。で29まで下がっちゃうからあとはもう種売っちゃって他のところで売り始めるか。小麦やっぱり小麦粉いっぱいあるな。なんかまた武器とか買いてえな。シッククルセイダーシールドこれ買うか。じゃあこの盾いらねえから売ってと。
ちょっと待った、ここでも、ああ変わんねえか。じゃあジェンダーではいくらかな。ああジェンダーでも44とかか、まあ、意外と悪くない値段で売れるって感じかな。そういえばあの小屋って相変わらず役目ないんかな、なんもねえや、ただのなんか見た目のためだけの小屋だね。チェストもなんかアップグレードできたらいいんだけどね。よいしょと、まあコミケ全部売りに行こう。またよし、いっぱいだね。じゃあ次は、あでもジャルケでもなんか安いか、ベルーカの方行ってみるか。チャイジアとか村で言ってもあんま高くねえだろうしね。あでも25とか28か、安っ。あんま儲けでかくないな。じゃああれでバーかな。小麦はいかがですか。お、アルデバーグも50ぐらいで売れるのか。じゃあアルデバーグに次から売った方がいいかな。ほほう、1108フロリンか。まあ悪くないけど、もうちょっとやっぱり欲しいね。どんどんやっとってかねえとな。よいしょと。で今45人か。もうちょっと増やしときてえな。なんかめっちゃ荒らされてるんですけど、何があった？よいしょと。あとはもうこれぐらいでいいか。48人か。これぐらいいれば多少はいいんじゃねえかな。じゃあゼンダーでトーナメントまたやってんのか。金欲しい、スキル上げたい。じゃあトーナメントだ。じゃあ、トーナメントやっていこうかな。まあ8対8で、まあ3ポイントでいいか。よし、行こう。で今回こそ1位とか取れたらいいな。よいしょい、まず1人。まあ、あれから山賊とかたくさん戦ってね、伊達に強くは弱くはない、あ強くはなってないですよ。弱くはなってたら嫌だな。よし、あいつやれそうだな。よし、お疲れ様でした。あとは最後にあいつ俺が片付けられれば OK だね。よっしゃい、来た。240ダメージが相当だな。はは、経験値とリランがもらえたぞと。6ポイント稼げた。で今2位か。まあまだまだ上には上がいるか。まずはポイントありがとうだ君。であいつもよしと思ったら、今ミスってしまったな。マジか。もうちょっと右に寄んないとダメだったかな。よいしょ。まあオプションでオートマティックカウチランシングもあるっちゃあるけど、それだとなんかちょっとぬるいかなと。まあ、ちょっと多少のスキルは
ないとかなと。あれ、いなくね。あ、終わってしまった。あ、でもまた俺がスイッシュテストカット105と105の経験値とリラウンが2本もらえたね。ワンダフォー。よしよっしゃい、まず1人。あそこ、みんなあっちの方に行っちゃったな。ダメだな、俺全然稼げねえな。ダメだ。ちょっとあの馬に乗ってるやつやが、俺のキルが。ダメか。さすがに拳だと全然ダメージ飛んでな。今5位になっちゃったか。もうちょっとキル稼がないとな。向こうもな、馬乗ってなくて助けてくれ、味方を助けてくれ。君たちやめろやめろ。そうだね、馬が真っ先にやられることも考えるべきだったね。まあこれは赤チームのボロ負けだな。あ、でも俺もやり投げちょっと試してみるかね。なんか意外とダメージも高いしな。あれだね、馬もずっと残ってた邪魔だから消えるんだね。ぶっちゃけマウントとこれゼロにしちゃってもいいのか。これひどいな。まあ俺だけが馬乗るからよろしくみたいな。あ、そういう、俺もあれか。まあ味方に当たるか気にしないで俺は投げるぞ。よいしょ。そっか、馬はダメか。俺だけあのズルして乗ろうとしてもダメなのね。そっか、ポール持ってたもんな。ただこれもこれでありかもしんねえな。チェンジトーナメントオプションで乱数は抜かして、通販のウェポンだな。でトーナメントであれだな、ツーハンドとスローウェポンだけにするか。お前ら盾持っちゃダメだぞみたいな。あ、まあ盾は持ってもいいかもしんないけど、よいしょ、まあ、多少は楽になるように。よいしょ。なんか永遠に槍が投げられるって感じだな。やっちまったぜ、味方を殺してしまったぜ。おらよおらよ、頼む、やられてくれ。おいしょい。お前な、人のキル取るんじゃねえよ。よいしょい。あぶねえ。なんか地味な戦いだな。でもこれはこれで。あ、1位取れなかった。
じゃ久しぶりにターバー行ってみるか。いねえ、全然見つかんねえな、ジェルムス。あれからまあ金もらえたからいいとするか。どうすっかな。なんかな、ゼンダーもな、そろそろまたキリスト教に変えていくのもありかな。金かかったっけ。まあでもキリスト教に変えればまた結構後々楽になるからな。250リナン、うん、もうちょっとあの稼がないとダメか。リナウンどれぐらい今あるんだ。83か、たった少ねえな。もっともっと稼がないとダメってことだね。ということで、じゃあ山賊狩りに行くか。なあ、でもなあ、リナウンどうすれば結構楽に稼げるかな。ああ、でもそっか、うん、うわ、43人ってどういうことだ。満点のバンディって39人、ゼンダーパイクマス3人、ルーター1か。ああ、でもやるか。てか54になってる。ちょっと丘の後ろまで連れてきてえな。てか、ここで迎え撃つか、じゃあ。奴らに丘を越えさせて。まあ、弓矢とか使えないようにするか。でちょっと夜だから見にくいね。まあちょっとそれは申し訳ねえや。朝にすれば、朝まで待てればよかったんだけど。うわ、数多いね。なんか点にしか見えねえや。まあお前らとにかく撃て、撃って撃って撃ちまくれ。あ、ちょっと待った。Hold your fire, hold your fire。 もうちょっと近づいてきたら。オッケー、撃て。じゃあそろそろ下がれ、お前らは。下がれ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 。で歩兵前に行け。で、奴らが来たら。てかもう飲み込んでいけ。いけよ、お前ら。突撃だ、突撃。よいしょ。で、騎馬兵も突撃させよう。大丈夫か、俺の味方。ちょっと結構やられてるような気がするけど。頼むぞお前ら。あー、俺もやられてしまった。ダメじゃねえかお前らよ。ちょっとなー、お前ら山賊ごときにこんなボコボコにされるとか、ちょっと俺はなんかお前たちの未来に闇しか感じないわ。ダメだなこれ。ソフトマン。はあ、うちの軍はあれだな。なんか、なんて言うんだ。こうなんかあの、使えねえわ、ほんと。未曽の集団だっけ、有象の衆だっけ、なんかあるじゃないですか、ことわざというか、言い方が。完全にそれだな。ゴミ、ミーだわ、本当に。あれにな、ボコボコにされちゃうってなると、俺はどうすればいいのか分かんなくなってくるな。はいはいはい。
頼むからもうちょっと強くなってほしかったな。あれかね、やっぱりあの新兵ばっかだから仕方いけないのか、それとも単純に兵の質が悪いだけなのか。しかも道路の村全部荒らされてるから、なかなかかき集められないっていうのもあるしね。しゃあね、まあいいや、じゃあ今回一旦ここで終わりにしよう。次回までにまたなんか村とですね、まあ畑の方を往復して金稼ごうと思います。ということですので、ご視聴いただきありがとうございました。まあ、その間に兵の方も単にしとかねえとな。じゃあまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。